旦那、ちょっと聞くけど、ユッコの噂って聞いてる？なんや、知ってたんか。そんならそれでええんやけど。ユッコえらい心配してたんやで。あんたに誤解されてたらどうしようっての。あ、それほどでもなかったかな。なんや、変な勘繰りせんといて。とにかくそういうことや。それじゃな、誤解は解いたで。忙しいんだけど、何か用なの？ごめんなさい、いけないわ。それじゃ。ごめんなさい、いけないわ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
その日はちょうど忙しくてね。悪いけど。すまないね。じゃあな。別に構わないけど。分かったわ。それじゃ。今日は誰にも会わずに帰ろうと思ったのに。あーもうこっち見ないでよ。何か用なの？ごめんなさい。いけないわ。それじゃ。構わないけど。分かったわ。それじゃ。失礼いたしました。ちょっとうちに来た電話やないの。はよ代わってよ。はい、もしもし、うちですけど。Bye.
な。オッケー、わかったわ。ほんならまたな。さん、こんにちは。どうかなさいましたか？ああ、私の誕生日を覚えていてくださったのですか？ありがとうございます。開けてみてもよろしいでしょうか？うわあ、素敵。どうもありがとうございます。君、気にしないで。もうじきバスが出るわね。ええ、ええ、そうね。ごめんなさい、着替えるのに時間がかかっちゃって。じゃあどこへ行きましょうか？ええ、いいわね。私ね、ウォータースライダー大好きなの。さあ行きましょう。はあ、気持ちよかった。でも、あっという間に終わっちゃったわね。ちょっと残念だな。本当にね、ちょっと物足りなかったわよね。ねえ、まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？